皆さん、チェイス無名です。はい、今日も楽しく、シオドラ実況やっていきたいと思います。ということです。ですね、今回ね、アバタマが新機能追加されましたね。アバタマとは何が出るかをお楽しみ。剣士専用のお着替えや、シオドラキャラたちの特別なアバターなど、様々なアイテムが手に入る卵。それがアバタマです。剣士お着替え、キャラ剣士で使用できるお着替え。キャラお着替え、剣士以外のキャラね。で、バッチコイン、トロピー。全部ね、なんだろう。お着替えだけじゃなくて、バッチコインやトロピーも入ってるっていうことですね。なので、ちょっと今回ね、引いてみようかな、思います。はい。なので、とりあえず10連だけやってみようか、と思います。アバタマ。さっき一回やったんですけど、トロピーだったね。ということで、10連一発やっていきます。ほい！何が来る？ん？安。うん。サキバスはいらないんご。おお、リーザーが来た。トロピー来い。なんだ、雑魚でーす。ボーナス、なんだそれ。5か。いやー、どうしよう、どうしようかな。どうなんだろうな。もう一回行きてえな、もう一回行きてえな。とりあえず1万円分やろうかな。かかってこい。お、なんだ、プリキュアの胴体じゃないですか。プリキュアの頭こい。お、なんだ、うん、獲得済み。さあ何が来る。トモトレ、やばいねー。あと2回、かかってこい。ハピーはいらないな。おー、リザの体が来た。あ、これリザ揃ったんちゃう、わからんけど。トロピーいっぱいもらえるね。ん、なんだ ?750。うわ、プリキュアの頭が来た。オッケーオッケー。よし。ちょ、1万円分やろうかなって思ったんだけど、まあ、いい感じに揃ったんで。ちょっと、装備やってみるか。とりあえずこいつを回収して、え、トロピー、ん？待って、そのトロフィーの弾ってどこ行くんだろう。ん？なんだこれ。お、10回、あれ ?10 回いけるようになってんな。とりあえずこれやってみるか。引いていこう、トロピー。お、全然出ないじゃないんですかね、ゾネス。ねが出る？ベイビー。ちょっと待ってね。とりあえず、トロピーってどこ行くの？このトロピーってどこに行くんだ？え、これどこ行くの？とりあえずもらっとくか。え、バッチめっちゃたまるな、これ。いや、もう一回引いちゃおう。さあ、どれぐらい出るかな。ほい、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 ほい。あ、リザ獲得済みですね。バッチコインいっぱいたまるな。オッケー。ボーナスは？おお、それか。よし。いっぱいもらったな。で、これ一回引けるでしょ？オッケー。引いていこう。これ、カーがもらってるね。いやー、これ課金要素強いな。どうしよう。めちゃめちゃ課金要素強くなりましたね。戦。いや、欲しいな、戦。これ、後で買おうかなと思います。よし。で、獲得のトロピーってどこ行くの？獲得アバターピー。違うな。獲得。え、これってどこ行くんだろう？え、ちょっと待って、わかんないんだけど。まあ、とりあえず、よくわかんないんで。はい。ちょっとこの辺で終わりにします。皆さんもね、装備を揃えてみて、いいんじゃないかな？
ちょ、俺、ちょ、剣士つけて終わろうか。剣士どこだ？全部、一回さ、iPhone 8に変えたんで、なんか変わってるね。あれ、どれだ？これはないのかな？よくわからんけど。で、プリキャとかあったよね。プリキャ。カブト。プリケのカブト。プリケのカブトどこだ？いた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 。嫌がった。で、武器は何にしよう。プリキャだからね、可愛いものを持たせたいね。うん、なんだ？何持たせよう。可愛いやつがないな。どうしよう。え？なんかあんまりめぼしいもんがないね。大砲でいいや。はい。ということでね、プリキャのアバターも取れましたし、まあいい感じじゃないかなと思うんで。はい、ということで、ちょっとね、マイマイが情報されたみたいなんで、ちょっとね、さっきあのトピックみたいなの見てたら、あれ、マイマイ情報されてんじゃんと思ったんで、ちょっとね、マイマイ使っていきたいと思います。いやー、怖いけど、これでいってみるか。え、魔法に化けていくスタイルね、君。君、魔法つけに化けるのは良くないと思うんだ。良くないわけでもないけど。なんだそれー、ゴーレム。ほら、かわいいでしょ。剣士。プリキュア剣士ですね。かわいいでしょ。さあ、謎の攻め方をしてくるか。さあ、さあどうだ。まあとりあえずマイマイが情報されたからマイマイの強さを見てみるけど、うん、どうなんだこれ。闇玉を一発も打たないんですが、落とす。引きずり込んでいく。いいよ。ここで雨雲ダブル。押し込んでいく。下はこれ、なんだ？強いのかわからないけど。ちょっとマイマイの強さ見たいんで。マイマイスキル出して。あ、え、ゴリゴリ削るようになったじゃん。やば！え？こんなゴリゴリ削る？すごいな。めっちゃ削るやん。ちょっと驚きですね。相手がちょっと、あの、言っちゃ悪いんですけど、あんまり真面目にやってなかったのもあるけど。これは嬉しいですね。前々の情報はでかいなって思います。はい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 、2戦目、ブルドラですね。で、ヒュドラが情報入ったんで、ちょっとヒュドラ使ってあげようか。プリキャいらないな。俺の中でプリキュアそんな強くないキャラだなと思ってるんで、あんまりピックしても嬉しくないですね。さあ使っていこう。こっちのプリキュアはね、かわいいんじゃ。今考えるとこの札あんまり強くねえわ。やばい説。出せばよかった。まあいいや。はいよ。よし、伝染した。バイキンが入った。バイキンが、え、バイキンえぐない？え、えぐくね？え、バイキンえぐ、マジ？そんな火力出る？え、ビビってんだけど。え、なんだ下のマイマイ、お前下手くそか。俺めっちゃ強いじゃん。え、電線マジマイマイ強い今。え、マイマイ強いぞ。ちょっと楽しくなってきたな。はい、結構マイマイ強くなったなっていう印象がありますね。はい、ということで、まあ、今回はね、アバターなんだっけ、アバタマとマイマイが情報されたっていう話をねしたと思うんで、少しでも参考になっていただけたらなと
思います。この辺で終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。